ここに筋肉が出るんですよ。この筋肉のラインを取って、この筋肉通り取るんですよね。はい、こんにちは。札幌占い美容室早任せの後藤です。今日も、モデルさん来ていただきまして、カウンセリングまだしてませんので、これからちょっとカウンセリングをして、スタイルを決めてですね、なるべく急ぎ目で、今ちょっと営業終わりたてなんで、僕もちょっとかなりちょっと油ぎっしょな状態なのですいません。早速髪型ってどんな感じにしたいですか？あ、そっか、アプリで携帯で持ってきたんですよね。あ、携帯で持ってきました。はい、ちょっとそれを見せていただきたいんですけど、どんな感じですか？古いわ。あ、じゃあこれちょっと撮ってもいいですか？はい、見ながらやるので。はい、この写真って結構出てくるんですけど、多分皆さん見たことあると思うんですけど、すごく綺麗な女の方、この方、わかるかな？これ見えてますかね？でもちょっと見えないかな。ちょっと、多分なんかこのすごく綺麗な方の写真、僕よく見るんですよ、これ。まとめサイトとかで。わかります？これ鉢がすごいシャープで、トップに高さがあって、ふんわり下が丸くなってるような感じなんですよね。すごくバランスがいいスタイルで、前からこれすごいなと思ってたんですけど、写真撮った方はすごいなって思いました。で、結構顔周りにもこうウェーブが綺麗に入ってて、まあ、コテで多分作ってるんでパーマではないと思うんですけど、まあ、これをですねパーマで再現していきたいと思います。まあ、パーマなんでちょっとこれとは若干この辺のウェーブは変わりますけど、これ巻いてコテで巻いてるのでちょっとそこは変わると思いますね。ちょっとすみません、今の髪の状態からすると今現状モデルさんそぎがめちゃめちゃ入ってるんで、そぎが中間結構毛量があって、耳下からのそぎがすごいドワーッと入ってしまってるんで、毛先の質感に関しては多分ちょっとパサパサしてしまうと思います。これはもうカットのベースがそぎになっちゃってるんで、そこはもう仕方がないかなと思うんですけど、なるべく、この辺のポイントですね、ここは多分普通にパーマかけてもこのシルエット絶対出ないんで、ここに矯正みたくちょっと入れていかないとダメかなと思うんですね。なのでまあちょっと矯正入れたような通常のパーマやってみようかなって今日は思います。はい、ちょっとここがもうポイントですね、8ラインが。そこをいかに抑え入れて、れるかみたいな感じですかね。前髪はどうなんですか？前髪もこんな感じ。同じくやっていただければ。ああ、ハードル高いですね。かなりハードル高いですね。わかりました。やってみましょう。はい、お願いします。はい、まあちょっと切って。はい、頑張ります。これ以外に写真はなかったですか？これ以外は写真なかったですね。はい、了解です。じゃあこれをやろう。今のをやります。はい、ということで、ではちょっと準備します。では、カットしていきたいと思います。今ご来店いただいたこの状態でウェットにしないでちょっとこのまま切ってしまいます。まあ時間の関係もちょっとあるので、あとアイロンでちょっと内巻きに入れた状態を一回濡らしちゃうとちょっと時間かかってしまうんで、アイロンで、内巻きにした状態の雰囲気でちょっとカットしたいなっていうのもあるので、ちょっと今ドライの状態の方が都合がいいので、そのままちょっとやらせていただきます。はい、なんでちょっとウェットしないでこのまま切りますね。
はい、今日モデルさんのスタイル自体がボブのライン、これちょっと分かりづらいと思うんですけどボブのラインなんで、まあ、ちょっと買った鎖骨ぐらいのボブのラインをちょっと簡単に切ります。分かりやすい、鏡みたいに見える。毎日発見があるんです。あ、すればいいんだ。まあ今内巻きになるようにカットしてますけどね、まあ、余計なことはしないのが、まあ、早昔流というか、まあ、僕流なので。バッグ切ってるんですけど、これ見せるまでのカットじゃないんですけど、バッグもモデルさんのこの、ちょっと見せますね、この人のやつ、これね、これにしたいんですよ。わかりますか、これにしたいんで、まあ後ろはちょっと長いと思うんですよね、結構ね、まだパーマかかってるわけですから。なんで、肘上げてこのまま切ります。イングラで、はい、イングラで切っていきますね。このようにカットします。はい、で巻いてみないと分からんですよね、どのぐらい今長さなってるか。でちょっとこの間も焦げ臭いですけど、すいません、別に壊れてるわけじゃないです。でモデルさんの状態をこのままちょっと一回内巻きに入れて、イメージちょっと作ってからカットします。なんで一回ちょっと内巻きに、強引ですけどちょっと入れて、で大体今日は予定、まあ、ちょっと矯正も入れるからちょっと時間かかっちゃうと思うんですけど、まあ大体カットして矯正とパーマやって1時間40分ぐらい予測っていうか、そのぐらいで終わりたいなと思います。1時間40分ぐらいかな、大体そのぐらいを、いつもよりちょっと時間かかるんですね。なのでちょっとこういう風に技というかちょっとズルしないとそのぐらいの時間で入らないわけですよ。それから撮影すると終電が間に合わないんでね、毎回急いでるんですけど、サロンの営業とはちょっと違いますので皆さん誤解しないでくださいですよね。終電時間に、ちょっとでも急いで、僕も早くちょっとキノコの山食べたいんで今日キノコの山食べたいから帰っていや、キノコの山を食べてる時が幸せなんですよね。わかります？私たキノコの反応、あ、それね、邪道ですね。タケノコは結構売ってるけどキノコ売ってないんですよ、結構。あ、そうなんですか。結構少ないんですよ、売ってるところが。あれね、差別してますね、完全に。キノコ派としてはたまにタケノコ食べるとうまいなと思っちゃうんですけど、ね、意外となんかパウダーみたいなやつ、 あれいいですよね。あそこ美味しいですね。あそこ美味しいですね。美味しいですね。だけどキノコはもっと美味しいですよ。量減りましたけどね、昔から比べたら。あ、減りましたね。はい、そうなんですよ。だからちょっとそれを、そのおかげで最近ちょっとずつ太ってるんでいい感じにそう、ストレスって怖いな。ストレスっていうか、まあ疲れというか、昨日なんか大福食べてからキノコの山食べましたもうなんかもう脳の中おかしくなってますね、もうちょっとやばいっす、脳が麻痺って思ってます。ごめんなさい、ちょっとテンションかけてますけど、ちょっと跡がついてるんでちょっとテンションかけるのにちょっとやってます。
前髪厚くしていいですか、もうちょっと。はい、はい、ではちょっと厚くさせていただきます。長さは今ちょうどいいですかね、前髪の長さ的には。そうですね、ちょうどいいですね。はい、わかりました。ちょっと前失礼します。ね、結構僕この切りながらやっちゃうんですよ。もう、もうちょっとぶっちゃけこのままちょっと今日雑って手抜いてるわけじゃないですか。このままもうこの取ってまたアイロン入れて雰囲気を、しました。ここパーマどうせかけますから。矯正は今までまだやった時がないので、矯正もで今、内巻きがちょっと作れてきたんで、内巻きにした状態で上から手を持ってきて、ここからボブを作っていきます。まあ結構段が入ってますね。ボブにするにはかなり表面、バックの方が段入ってる、前下がりのレイヤーが入っちゃってるんで、ボブにするにはかなり難しいんですが、そこはアイロン操作とかでちょっとうまくカバーして、まあ、無理やり作っていこうかと思います。まあ、サイドの毛は結構長めに残して遊ばせるようにしてるんで、そうします。なんでここちょっと長いですね。バックはまっすぐ、ちょっと見せます。フラットな感じですね。こっちはバックはフラットな感じにしてます。こっちはで、ここが段入ってるんですよね。ここがそぎと段がかなり入ってて、だからちょっとこう2段になってるんですよ。ここがこうなんでちょっとボブにするの難しいっていうのはそういうとこですね。ですけどやればできます。どうにか。でこのように切りますね。でバックの長さ合ってるかちょっと確認して。これでちょっとボブができてきて、表面の方あんまり切りたくはないんですけど、ちょっと一応揃えた方がパーマで、パーマって皆さんカットの切り口によってパーマに合う切り方とかもあるんですよね。だからその切り口が合ってないとパーマがあんまり良くなかったりとか、なんでちょっとそのパーマやる時の切り口っていうのはすごく必要ですね。カットの、まあ、切った断面というか断面が大きくてパーマかけるとコルテックスが流出してしまって、そこがなんか収まらなくなってきたりとかするんで、結構断面はちっちゃめの方が僕はいいかなと思います。パーマの時は特にですけど、カラーとかは大丈夫ですけど、パーマって意外とデイケートで難しいです、その辺が。で今これ表面今ちょっとあまり切りたくなかったんですけど、ちょっとバラバラになってる部分があったんで、今ちょっと少し若干上に
ち上げて今ちょっとつなげてまあ、一応つなげとこうかなと思いましてつなげました、まあ、こういう感じですかねベース自体で、前髪の方は前髪でもあんまりちょっと遅くかなちょっと重さが出るように中を取っていきますこういう時迷いませんか？なんかここよくわかんないっていうところありません？こういう、こう切っていいんだか切ってよくないんだか。そういう時は、迷った時は、僕はいつもどうしてるかっていうと、ここにグッて噛み締めると筋肉がグッて噛めます。そうするとここに筋肉が出るんですよ。この筋肉のラインを取って、この筋肉通り取るんですよね。で、そこを前に持ってきてそこをつなげるってことですね。この筋肉のだからこう綺麗に取るっていうよりはこの筋肉の骨格に合わせて取っていきます。で、ここのラインを、R2 セニングで、まあ分かんない場合はもうぼかしていくっていう感じですね。そうすればここはつながったの分かりますかね。こういうふうにカットラインで綺麗につながるんでいきますね。なんでこの筋肉のラインに合わせるっていうのはちょっとポイントですね。その人のここの発達してる筋肉の大きさによってもちょっと違ってくるんで、まあ、こっちはですねそんなに左右ちょっとまあ合わせないとダメなんですけど、ここはどうなんだろう。こっちはいいかな。こっちは大丈夫そうですね。まあ、軽く一応やってみますかっていうような感じです。あまり時間かけてるとちょっと10分経っちゃった。あとなんだ、ちょっと重さが直感の方が重いのがもたつきそうな気がするけど、この人は重さが出ないから、で若干重いなと思うところが表面はあんまり触らない方がいいっすね。かなこれぐらい。ちょっと中間耳後ろとかのミドルのところだけをちょっとペンシルシザーで間引くぐらいですかね。ペンシルも奥まで入れるとパサついちゃうんで本当に毛先だけにしてください。本当に間引いて、毛の表情を変えるぐらいの感じでいいですね。奥まで入れないようにしてちょっと見えますでしょうかという感じに。でサイドって基本的に量が少ないですよね。ここからこれしか生えてないませんから。なのでバックの方がやっぱり量多いんですよね。当たり前のことですけどね。なので、バックの方のこの耳ちょっとこの一番やっぱ重いなと思うのは横はここまでしか生えてないのにバックはこうなってるこの境目あるじゃないですか。ここが一番気になるんですよ人間って。なのでこの耳後ろのところはちょっと取っときます。その方が極端にバックが重くならないのでちょっとつなげといた方がいいですよ。ここの厚みっていうかなこの辺は。で徐々にセンターに行くに従って例えばこの辺を 深めに入れたとしたらそぎをこっちの方はそぎ浅めに入れたりとかしてちょっと工夫するんですね。そうするとバランスが良くなります。徐々にサイドからの毛量の量が自然にこうバックに行くに従って重くなるというか自然な感じになるんで、こっちもちょっとやっていきますね。でこっちは今ここ薄いですよね。薄くてここドンっていきなり重くなっちゃうんですよ。要はここからここにかけて三つ襟のところが。なのでここをちょっと間引いて、縦の状態でちょっとここ深めに入れてってでだんだんその入れてる深さを浅くしていくんですね。こっちセンターに行くようにしてなって、そうすると、ちょっと徐々につながっていきます。バックとつ
ですね、重いとこだけをちょっと間引いていくような感じですね。これで徐々にこうバランスがバックの方に行くに従って統一してきたかなと思いますね。あとまあこの辺がちょっと毛先の方ちょっと揃っちゃってるんで、切った時のそれがちょっとこうぼかすぐらいですかね、ベンチ上で軽く。ここはだいたいぼかし約3センチですね。この毛先3センチをぼかしていくぐらいでいいかと思います。まあ後でまたやるんで、とりあえずパーマはこれで入ります。ちょっと時間がねあれなので、はい、バックに入ります。でバックの一番下は結構ちっちゃいので巻かないとかかんないんで、ちょっと下見てくださいね。ちょっと下行けますか、すいません。大丈夫そうですか。はい、はい、2段でも巻きます。巻いてる暇あったら巻いちゃいます。はい、今日も早任せの動画見ていただいてありがとうございます。はい、今日のモデルさんも結構ねボブに変えて、パーマをかけてですね、かなり可愛く変わったんではないかなと思います。はい、今日どうでしたか。いや、すごく可愛くできまして、あ、良かったです。本当ですか。はい、嘘っぽいな。いやいや、本当ですね。大丈夫。ありがとうございます。はい、ということで、また頑張ってアップするので皆さん見てください。はい、ではですね、特に何もないので、はい、ではさよなら、バイバイ、また見てね。